ハロー、S&A の無責任ラジオです。このラジオはサチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。ウィすごいスラスラ読んだね。ノリノリだからね。なんでノリノリか説明してみて。じゃあヘッドホンが進化したから。ヘッドホン進化しました。すごいね、トピックス1個目をぶっ込んできたね。そうなんですよ、あの、ま、IoT 製品と言われるものなんですかね。今ソニーのヘッドホンを使ってるんだけど、そのソニーのヘッドホンがなんかさっきソニーのヘッドホンで聞こうって思ってヘッドホンつけて、うんうん、普通に携帯で、うん、そのあ、まあ、アプリがあるから、うんうんうん、そのアプリを起動してみたんですよ、うん、ワイヤレスなんだよねヘッドホンね。あ、ワイヤレスです、うんうん、そうで、そポチッと押してみたら、なんでかわかんないけど、うん、なんかアップデート、機能がアップデートされたので、うん、まあ、対応してくれというコメントが出て、うん、でその内容が、あなたの耳の形に合わせた最適な音楽を届け、音響、うん、サウンドを提供しますみたいなのが書いてあって、うん、なんじゃろと思ってちょっと続けてみたら、うん、まずヘッドホンを外しなさいと、うん、つけたばっかりやねんと思いながら、うん、ヘッドホンを外す、うん、でそしたら正面からの顔の写真を撮られる、うんうんうん、でそこからこう音声でもガイドでゆっくり右を向いてくださいゆっくり左を向いてくださいとか言って、うん、横を見て耳を出したタイミングで、うん、パシャーって写真撮られるの、うんうんうん、えみたいな。でそれでなんかこうあなたの耳の形はこうですとか出てて、うん、でこうちょっと角度が違ってたりすると、うん、カメラを近づけてくださいと、カメラをもう少し下に下げてくださいとか、すっげえ細かいことを指定されて、うん、でカシャーって撮られて、うん、まあ、それによってじゃあサウンドがめちゃめちゃ変わったかって言われるとちょっと分からないんだけど、うん、少なくともまあ、今そのソニーの出してる、なんて言うんだろうね、360度なんちゃらかんちゃらみたいな、うん、サービスがあるんだけど、うん、それで聞いてみるともう異次元の体験、うん、なんか普通にこう一人で聞きながらさ、うん、サシさん今音聞こえてるってさっき聞いたじゃん、うんうんうん、本当それぐらい明確にあっちの方、しかもちゃんと方向と距離感と両方ともが感じられるほどの音、うんうんうん、が作られてて、えみたいな、えこれ本当にサシさん聞こえてないのみたいな、うん、明らかにそっちから聞こえてる音出てますよみたいな感じで、うんうんうん、すごい。この間もさアップデートしてなかった？してましたね。してました、はい。この間のやつはその、うん、ソニーが新しく出すサービスに対応するために、うんうん、アップデートしたのはヘッドホンの方の機能をアップデートしたの、うん、それってすごいよね。買って終わりじゃん普通って。そう、買ってさ、なんか新しい機能は新しい商品を買ってくださいみたいな感じじゃん。はい、なんか本当にスマホみたいだね。そう、もう IoT ですよ、すごいですよ。だからこれもこの前なんかサシさんにお伝えしたよね、あのテスラの話。テスラもそうだよねと。あ、車？そう、車、うん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 、テスラの車も何がいいって、うん、いやデザイン性もいいし性能もいいしEV だしっていうのがすごいけど、うん、そしてそこがすごいわけじゃないんだという話をしたと思うんだけど、うん、それ本当にすごいよね。なんかお得感あるよね。すごいよ、持ってるものがどん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 バージョンアップしてくんだもん。でも高いんですよ。何が？元がヘッドホン、うん、どのぐらいだったかな。2万3万ぐらいだったかな。でもこの前なんか、あ、かっこいいな、で家電電気屋さんで見て、うん、たまたまフラッと見て、うん、ソニーのすげえかっこいいヘッドホンがチラッと見て、なんだろうと思って行ったら、ついに出ましたプロレベルみたいな、うんうん、普通のこうヘッドホンなんだけど、うん、9万いくらとか書いてあって、うん、みたいな。あれ、エアポッツプロだっけ。エアポッツプロ、あれもなんかべらぼうに高いなと思ったけど、ソニーはもっと高かった、はい、すげえってなったよ。エアポッツプロはなんかあのノイズキャンセルが結構すごいらしいね。いいね。なんかたまにそれで電話してると声でかってなるもんね。あ、すいません、すいません、私のそいつも
多分同じですね。あ、そう、たまにね、あのオンラインゲームとかやってるとアスシうるさい時あるね。静かにしてって言われるよね。そう、完全本当にもう耳にフッって言った瞬間に何も聞こえないみたいな、うんうん、何も聞こえない、自分の声も聞こえないみたいな、まあ、よしよしだよね。使いどころをちゃんとね考えないと。すごい、本当すごいと思う。いいなぁ、私なんか耳に痛くなっちゃうからさ、イヤホン。あ、イヤホンがどこ。そうそうそう、うん、中に入れる、うん、今カナル式が主流じゃん、落ちないように。そうだね、痛いのよ。でカナル式が原因じゃないと思うけどね、あの普通に昔から。俺のもう一個の方使えばいい。あれも痛くなる、結局耳の中に。え、いいじゃないよ、あれ。あれ使ったことある？あるある。いやでも、うん、あれまあ大きさが違うか、これってやつ。何でもね痛いの。なんかすっごいさ、子供の頃に使った、なんだろう、ヘッドホンじゃないけど、イヤホンなんだけど、なんて言えばいいのかな、耳に引っ掛けてこうパカってやつ。あ、そう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 、はいはいはい、うん、あれが一番、うん、なんだろう、マシだった。あのなんかスポンジみたいなのがついてて、耳にこう引っ掛けてこうカチャってやつ。スポンジっていうか、もう本当にヘッドホンみたいな、うんうんうん、ヘッドホンまでいかないけど、もっとミニサイズの、でも耳を覆うぐらいの丸い形の。多分わかる。あの上からペトってやるだよね。そう、くるくるって、まあ、耳の縁にこう沿わせながら、くるくるってフィットさせて、うんうん、だから耳の穴の中には何も入ってない状態だから、うんうん、それこそノイズキャンセル機能とかは全くないんだけど、うんうん、でも負担が一番少なくて、うんうん、私あれが良かったんだけど、うん、でもそうなの、最近のね主流はノイズキャンセルとか、うん、Bluetooth とかのね、ワイヤレスだからさ。これ知り合いにいるよ、それ使ってる人。本当、うん、これじゃなきゃ嫌だって言って。うん、そうなんだよね、うん、まあ、最近もさ、の YouTube のさ編集とかねしたりとか、 Netflix をねこう一緒に見るときは音出せるけどさ、うんうん、どっちかが何かしてるときはイヤホンしてから見続けるからさ、うんうん、耳が痛くて途中から交互につけるんだけどさ痛いからかそう、右耳だけ外して左耳だけ聞いてて、左耳が痛くなってきた、今度逆にしちゃおうみたいな感じで、多分耳にあんま良くないからさ。やっぱあれじゃない、あのなんだっけ、首に引っ掛けてさ、うん、首のここから音が出るやつ。ああ、もうこのね、何も耳には入れずにね、そうそうそう、首の周りに引っ掛けてこいつから音が出るんだけど外には聞こえないっていう、あの不思議なやつ、うんうんうん、多分それなりにお供れはするんだろうけど、いいね、あれすごいよね、そういうのがいい。なんか耳めちゃくちゃなんか弱い、まあみんな弱いけどさ、きっと耳なんて鍛えようがないからさそうだね、俺の耳強いんだぜ何が強いのか分かんないけどほら、あの冷えてもすぐさ頭痛引き起こしたりするからさ、私耳やっても秋から春にかけてできればしてたい、うんうん、ずっと使ってるよねタイプだから、ヘッドホンできない、ヘッドホンはだから耳当て代わりにしてた時期あるんだけど、なんか自転車乗ってる時つけらんないじゃん、イヤホン、音楽聴きながら自転車ね運転したらダメじゃん、外の音取り込みとかできるよ。あ、違う、私が言ってんのはなんか音楽聴いてるねってピピって警察官に捕まるのが嫌だから、誤解されないように。捕まらないでしょ。捕まらないでしょ。捕まるよね今。道路交通法上ですと、うん、まあ良くないとはなってますけれども、うん、まあ、あのレッドカードもらうの。少なくとも俺は警察官と並走してたけど、うん、一回チャリで。何も言われないよ。あれ、そうなの。うん、まあ、あの決しておすすめするわけじゃないけれども、うん、事故起きてるしね、いっぱいイヤホンのせいで。そうだね、なんか使い方だよね、うん、俺はあのイヤホン、それこそまたソニーで使うんだけど、うん、イヤーデュオってやつは、うん、耳の穴がまるっともう見えてるのよ、うん、だから外気の音がずっと聞こえてる状態、うんうんうん、で自分のイヤホンからも音が聞こえてるって、うん、両方とももうノイズキャンセルの正反対、うん、全部ノイズゲットしますみたいなやつを使ってるから、うん、外の音は全部聞こえてるみたいなやつで、でもそれはさ適切な音量でやってるからでしょ、うん、自分があとね大きくならないね音がそんな、あ、そうなの、うん、そもそもそんなに大きい音にならないから本当に聞き流す BGM ズン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 なんないんだ、なんで全然なんない、もちろんあの外
外の音を止めれば、自分の指で止めれば、それなりの音になるんだけど、基本的にはあの外の音を常に聞くっていうのがコンセプトだから、うん、そんなべらぼうに大きい音の音にはならないかな、うん、まあ、とかっていう適切な使い方をすれば、あの、まあ、本当におすすめはしないけれども、別にチャリ乗りながらそれ聞いてでも危なくはないと思う。あ、そうなの。法律上罰せられるのかと思ってた、うん、どうなんでしょうね。それで罰金とかっていうのはもしかしたら行き過ぎたらあんだかもしれないけど、それが事例として出てることは聞いたことはないな。なんかあの並走とかさ、信号無視とかさ、二人乗りとかと同じくくりだと思ってた私。二人乗りは罰せられないでしょ。レッドカードもある。うん、だから同じそういう、まあ、信号無視はちょっと重たいけど、うんうん、まあ、信号無視もなんか同じようなもんだと思うんだけどな。チャリとかだったら二人乗りも信号無視も音楽聴いてるのも同じような感じじゃない？ただ音楽聴いてるのは多分何も言われないと思う。あ、本当だ、違反ではない。ほう、まあそんな感じですか。まあ、2015年の6月に道路交通法が改正されて、はい、14歳以上の運転者ね、自転車の、はい、が14種類の危険行為について3年間のうちに2回摘発されると3時間の講習を受けなければならないっていうルールになったんだって。はい。で、まあ、危険行為は信号無視とか進行禁止、あ、違う、通行禁止違反とか一時停止違反、酒酔い運転、酒酔い運転ってこと、飲酒運転は罰則なんだよねきっと。酒酔いって多分程度だよね。そうだね。とか、あとは携帯電話操作しながら運転したりとか、うん、傘差しながら運転したりとかも入ってくるみたいで。うん。あ、何、その今サチさんが言ったやつは全部、イヤホンで聞いてるのと同じ？違う、改正されたルールのその14種類の危険行為にこれらが入りますよっていうので、で、自転車のイヤホン走行は今のところそこには入ってない。入ってないんだ、うん、おうおうおう、なるほど。ただ、警察官からイヤホン外すようにとか指導されることはあるって。何に基づいてなんだろうね、そうしたら。条例とかかな、都道府県とかで定めているものに関してはイヤホンの使用禁止を明記している場合があるらしい。から住んでる地域によって違うみたい。うん、なるほど。っていう感じですね。はい、気をつけてください。ん、誰に言ったん？皆さん自転車本当危ないからね。自転車もね、免許証方式にすればいいのにね。ほう。なんかルール知らない人とかいるじゃん多分、どこを走らなきゃいけないとか。うん、で危ない人いっぱいいるじゃん。うんうん、警察官もさ、なんだろう、点数欲しいじゃん。知らないけど。だからさ、いや、なんか知ってでやるのとさ、知らないでやっちゃうのは違うじゃん。ベースでみんなこう知ってから乗ろうねっていう風になればさ、ちょっとは変わるんかなって思って。でもそうなんじゃないの今って、小学校でみんなやるでしょ、ね、自転車講習。うん、うん、まあ、あの海外に住んでてとかっていう人はちょっと分からないけど、俺が小学生の時は、うん、小学校2年生までは自転車乗っちゃダメだったな。うん、ダメだったね。うん、まあ乗っちゃダメっていつ乗るんだけどさ、まあなんかね、
公にはみたいな感じだよね、うん、そうそう、あまりの名前でねって言われて、学校にね、学校に遊びに来るときに乗ら自転車で来るなよみたいなね、そうそうそう、でなんかでちゃんと講習を2年生ぐらいの時に受けて、うん、受けるとこのステッカーがもらえて、そのステッカー貼ってやると、あの講習受けた人みたいな、そんなのもらってない、ドイツ行ったからじゃん、うん、そう、ピーポーくんのステッカー何だったかな、なんかよくわかんない、鳥のステッカーだったと思うんだけどな、いや剣じゃない、死だからな、あそこでもヌーとかいなかったかな、あの時はちょっとわかんないな、うんうん、うん、でもなんかステッカーもらって、そのステッカーが貼ってあると、なんだ、お前貼ってあるなみたいなそういう風に見てもらえるっていうやつだったかな、だから、うん、まさしさんの言うことはすごくわかる、ごもっともだと思うし、まあでもそこは免許制、免許っていうもの自体の多分定義がさ、そもそも許されていないことに対していいよって言ってあげるのは免許、うん、だから自転車に乗ることをそもそもダメとは多分できないんじゃないのかなと思う、うん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 、そうすると免許制というよりかはちゃんと周知しろよと、うん、もうそっちの話になってきて、うん、だから学校頑張れとか親頑張れみたいな話になるのかなみたいな、うんうんうん、あとはもう警察官がさ、こうイベントでここに来たらとか全部教えてあげますみたいな、よりこう教えてあげますって言ったの、教えてあげますよっていう、うんうんうん、それがなんかメリットになるようなさ、うんうんうん、仕組みを作ってあげればみんなが石原さとみに会えるとかね、あもういいですねそれ、本当最高ですね、はい、石原さとみが教えてくれる自転車講習みたいな、はい、もう小学生とかも、まあ、小学生が石原さとみの良さにどんだけ気づくのかは分からないけれども小学生相手はあれよ、違う、うん、逆によ小学生とかの方が分かってると思う、ルール、もうおっちゃんおばちゃん、むしろね、そう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 、はいはい、おっちゃんおばちゃんはそれ逆に社会人石原さとみに会いに行っただけで全てを忘れずな気がするけどね言わせたらいいんじゃない、そうお前 何覚えたのとか言って、何も俺石原さとみの顔覚えたとか言ってきそうじゃない、いやいや復唱させんねんそこで、宗教みたいなねでも何かねそういう仕組みがあると、うんうん、ほんと最近なんだろう、日本でもねやっと歩道をチャリで走るっていう人が減ってきたかなと、そうだね結構頑張ってさ、はい、こう広めてたよねメディアとか、はい、思ってまして、まあそれの副作用で結構危ない運転をする人が増えてるのも事実だなと思うから、うんうんうん、そのあたりは、まあ、どうにかしてほしいなとは思いますよね、うんうん、1個目終了うん、なんで今自転車の話してんだろうって考えてた、なんでイヤホンでした、あーそれや、なんでだっけな、なんで自転車の話になった、それやでね、うん、そうでした、いや自転車便利だよね、うん、ヘッドホンいいよ、エコだしね、ヘッドホンね、うん、じゃあヘッドホンは夏使えないの、私、あ使えないですかね、やっぱ使えない、私とかじゃない、みんな使えない暑いんだよ、暑いよ無理だよヘッドホン、私も可愛いヘッドホン持ってんだ、うん、でもなんか日本の夏に負けて、うん、素材がくっついてベリベリのボロボロになっちゃって、でも可愛いから捨てられずに棚の奥にしまってある、そうなんだよね、俺が買ってあげたやつ、もう本当に可愛い、マーシャルの本当に可愛いのに、なんかドイツから帰ってきたら死んでた、そうプレゼントしてあげたら使わないの、うん、って言ったら使えないのって帰ってきた気がする超悲しかったマジで、うん、あのマーシャルのヘッドホン可愛いよね、可愛い、でも本当に置いといただけなの、何もこうなるなる劣化するよ、してないの、おー悲しい、日本の四季は辛いんですよ、物にとっては、ね、そうね、あそう全然話全然は変わんないんだけど、はい、そう耳が弱い問題でさ、はい、イヤリングもできないのよ、イヤリング穴開けないで押さえる、押さえるやつ、うん、後ろでくるくるくるってやつか、そう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 、はい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 、あれもできないっていうのは痛くなっちゃうすぐに、押さえつけてるわけじゃなくてやりすぎてるみたいな、穴開けくらいまで開けちゃうみたいな、ゴリゴリやっちゃうみたいな、で落ちないレベルで止めると、うん、もうすぐ痛くなっちゃって、うん、全然ダメなんだよ、もうおしゃれとかどころの話じゃなくなるから、だから穴開けたの、穴開けたの、もう高校生まではお母さんに禁止されてたからピアスの穴開けるの
クスドイツにいた頃、子供の頃だったら開けられてたにと思ったんだけど我慢してもう高校を卒業して、その同じ3月には多分開けたと思うんだけど、うんうん、自分のお金で、ね、怖いから病院で開けたんだけどさ、うんうん、しかも当時さ、あれこれ言ったよね、私錠剤飲めなかったから、うんそうだね、病院に行くとその耳の穴がね腐らないようにね、抗生物質、まあ、可能しないように、そうそうそう、そうです、ちゃんと言うとそうです、あの抗生物質出してくれるんだけど、あのその時に私あの錠剤飲めないんですけど粉でもらえますか、いちご味の美味しい薬出してくれたから、飲めない人は言ったらいいと思ういい情報ですね、うん、すごいでもよかった、その消毒液とかもセットであの出してくれたから、毎日のケアの仕方とかもさ教えてくれるから、初めてのピアスの人は、あ、初めてピアス開けるときは病院で開けるの私は結構おすすめだなって思ってる。そうなの、俺はもうガチョンって自分でやって、そうだろうね、あ自分、あ俺は兄貴でやってますけど、うんうんうん、いや普通になんかそれはできないなって思って、自分で痛いもんね、うん、私でもこれ熱じゃなくてまたね、もう一個そうだね、うん、最初の2つは病院だけどもう一個開けたやつは、うん、普通にガチョンってやる、うん、本当にパワーが足りない、押せない、あれ結構きついんだよね、うんうん、っていう、うんうん、ことが痛かった。だから今ピアスができるから幸せだねよかったねあんまりしないけどね、最近でも春めいてきたから結構そうだ、ね、するようになってきたピアス、うんうん、冬はマジで耳当てだから私耳はね、あんまりできなかったけど暖かくなってきてね、明日は暖かいらしいからね、いいですね、散歩に行きたいね、明日ってね、今は金曜日だからね、そうそう、明日は土曜日、うん、ラジオが配信される日曜日は寒いらしい、寒いらしいですね、うん、春だね、はい、そんな感じでした、はい、ゆるいからもうゆるい話しよう、はい、じゃあトピックス2個目、あのね今コロナでさ、うん、みんな外出れないからさ、映画館もなかなか行けないし、うん、動画配信サービスが人気じゃないですか、 Netflix とか、そう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 、はい、あれのなんか定額制動画配信タイトルの視聴者数ランキングが発表されたんですよ。定額制動画配信サービスっていうのはいわゆる Netflix とか多分ね、 Amazon プライムとか、はい、そうそうそうのなんか全部、はい、のそのサービスの中で何が視聴されてるかっていうランキングを出したらしいね、うん、はい、それの1位何だと思いますか、答え知ってるね、答えだってもう書いてあるもん、トップスのとこに呪術廻戦ね、そうびっくりじゃない、呪術廻戦なんて、まあ、いつからいつの計測なのかわからないんだけど、そうだね、 そんなにあ2月だな、1月30から2月26だわ、それは呪術廻戦だわ、あなるほどね、うん、そうだね、それはそうだね、鬼滅とかじゃないよね、うん、しかもこれ別にさ、うん、なんかアニメランキングじゃないんだけど、うん、1位が呪術、言えないわ、呪術廻戦で、はい、2位が鬼滅の刃で、はい、3位が進撃の巨人で、はい、4位が約束のネバーランド、はい、5位がテンスラ、転生したらスライムだったけん、はい、6位がドクターストーン、はい、あすごいじゃん、でゆるキャン働く細胞で、ここはなんかひとし松本プレゼンツ、あーはいはい、あれね、はい、アマゾンプライムで常に一番になってるやつね、はいはい、はい、いつもトップにあるねとか、なんかほぼほぼアニメだね、メで五等分の花嫁、名探偵コナン、あ愛の不時着、あここでやっとちゃんとドラマが入ってきましたね、ちょっと気になるけどね、愛の不時着、へえ、あこれはすごいね、みんなそんなにも見てんだ、えみんなアニメ好きすぎない？うん、おまあでも一気見できるのがいいよね、でも最近サチさんは、うん、あれじゃん、ブラックリスト、ブラックリストじゃん、ブラックリスト見終わった、すごいね最終は、いや最終はマジでクソ笑ったんだけどマジでいいのそれで、ブラックリストの話したことあるっけラジオで、ないないないと思う、ないと思う、私がアッチにおすすめされて、はいそうですね、英語の勉強にはならないかもしれないけどちょっと見てみって言った、これなんか面白いらしいよみたいな、俺1話で断念したけどみたいな感じで多分おすすめ、4話ぐらいまで見たよ、4話か、うん、そうちょっとね、あのカナダに行った時に見始めたから、うん、英語で
ドラマを見ようと、うん、でちゃんとストーリーがあるものを見てみようと思ったんだけど、うん、ですね、英語が難しいんですよ、ブラックリスト。難しいし、なんか日常使いしなそう。そう、日常使いしない。私は日本語で見てんだけど、ね、よくわかんねえよって思って、うん、でも頑張ってみたのが、まあ、4話ぐらいまで、うん、で途中で断念した理由は怖い。怖いね。なんか、うん、なんだろうな、ざっくり言うと、まあ私が好きなやつだからさ、もちろんミステリーサスペンスなんだけど、うん、結構ハードだと思うんだよね、あれ。あ、結構ね、結構グロい。うん、俺はもうグロい、怖いんだよね。グロい、なんか、いやでもちょうどいい、ちょうどいいレベルだな、うん、私グロすぎるの苦手なのね。なんでそんな描写見なきゃいけないのって思うレベルのやつは見ないんだけど、だからゾンビ映画とかもちょっと気持ち悪くて、うん、でも手首とかあいつら切ってくるじゃん。あ、でもなんかちょうどそのシーンはないとかってこと？うん、なんかうまく、いやいやいや、もちろん大前提、なか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 グロい話は出てくるんだけど、描写としては耐えられるレベルなのね、私の中では。はい。金田一少年の事件簿ぐらいよ。それはちょっと嘘かな。いやでも俺金田一怖いって思う。怖いよね、怖い怖い。金田一怖いよ。私の妹もコナンは見れるけど金田一は見れないみたいな。うん、金田一怖い。怖いよね。俺ホラーとかサスペンスとか怖くて見ないから。でも私が見てると一緒に見ちゃうよね。だから怖いもの見たさってやつだけど、本当にそれは。でもやっぱ見たくないね。うん。うん、そう。あなたの番ですのがよっぽど怖いよ。あれ怖いよ。怖いよね。うん、なんかあれはホラーって感じじゃん。私はホラーは嫌いなの。サスペンスは好きなの。解決するからね。うんうん。解決するというか、なんか説明がつくようにしないといけないじゃん。それはそう。サスペンスは回収するじゃん、ちゃんとね。ホラーは何もわからないまま終わっても成り立つものじゃん。うんうん、あれがすごい嫌なんだけど。うん、そうだね。そう、そんなね、ブラックリストにハマって、うん、今第7シリーズが。言ってやりだよ、第7シリーズで。1シーズン ?1 シーズン何話あるんだっけ？ 1シーズン20何話あって、1個、多分1時間ドラマなのね、向こうで。で、CM がないから45分ぐらい。うんうんうん、1話。長っ。それはだから。7クール分やったんでしょ？そう、7クールはでもコロナの影響で、最終話が撮影できんくて、はい、なんか。いや、マジでさっき見たけど、すごかったね。アメコミみたいな、アニメ、何？ CG だよね。うん。CG を使って、突然その実写の、めっちゃダークなんだよ、ダークサスペンスなんだけど、急になんかアメコミになって、バットマン登場するんじゃないかみたいな感じだったよ。そうそうそう。でも本当なんか一旦終わらせようっていう熱意を感じられて面白かったけど、そうで、それもあってなのか19話とかで終わったよ。ちょっと短い、確かこんなぐらいで終わって、うんうん、でもまだ終わらないね、ありゃ。いやすごいよ、なんかなんだ、裏社会のドンが、うん、FBI に出頭してくるところから話が始まるみたいな感じなんだよね。そうですね。で、その裏社会のドンだから、もう犯罪者いっぱい知ってる、いっぱい提供できるよ、いっぱいあなたたち逮捕できるよ、だから私と手を組みませんかみたいな感じのところから話が始まって、うん、司法取引みたいなもんですね。そう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 。で、なんかもういろんな本当にあらゆる犯罪者の話が1話に1人出てくるみたいな。うんうんうん。で、そのなんか1話1話、その昨日アンパンマンスタイルでちゃんと解決していきながら、うんうん、その1話ので、に主人公というか犯罪者は捕まえたりとか、うんうん、殺しちゃったりとかしながら、うん、でもずっとストーリーは、別のストーリーは続いてるみたいな。なんでこの人は出頭してきたのかみたいなところから、うんうん、ずっと話が続いて、七クールが終わってもまだ終わらないの、うん、ずっと繋がってんだ。すごいじゃん。すごいよね。でもサチさんは次多分ゲームをするんですよ。いや、なんかね、まあ見ないかもしれない。見ない気がしてるよ、うん、やっぱその完結してくれるのが見やすいよね。そう、1話で
完結してくれるから止め時が分かるの、うんうんうん、あちょっとこの話終わったらじゃあご飯作ろうかなとか、うんうん、できるんだけど、繋がってしまうと繋がってしまうからね、あいつは。ちょっとなんかね、飽きちゃうんだよね。だから映画も好きじゃないんだよ。2時間、この話した気がする名前、そうだね、2時間の中の起承転結は長すぎるの私にはね。なんか30分とか40分とか1時間の中の起承転結は耐えられるから、それを繰り返して見たいの。はい、そうなんですね。そうなんです、はい、なので長いものはなんか単調だなとか思っちゃうんだよね。なんかさ、なんか重厚なやつとかさ、なんかそういう風に思わなかった映画になると、うん、もうジブリとかになっちゃうの。そう、千と千尋が一番好き。あ、でもほら1時間半ぐらいあるじゃん多分。うん、あんまりちょっと長さは分かんないけど、いやでも金曜ロードショーとかで普通にやるから2時間とかはあるんじゃない。だとした場合にさ、その中では起承転結があるわけじゃなくて、あ、起承転結が何個も繰り返されるわけではなくて、うん、1話で起承転結になるじゃん多分。千と千尋に関しては、うん、まあ、ややあるけど中だるみが少ないんじゃないかな。ずっとあれだよ、あの どの映画だろうがアニメだろうが中だるみに作りたいと思ってないから、うん、皆さんそれなりのこう創意工夫があるんじゃないでしょうか。でもコナン寝ちゃったよね、うん、ちょっと俺コナン見ないから分かんないけど、なんでだろうね。アニメ映画は割と見れるな。バイオレットもちょっとね飽きてきたな。バイオレットね、映画の映画ですか。映画あれは飽きたよ途中で。いいやってなっちゃったなんだろう、あと面白いと思った映画あるかな。君の名は、いやあれは映像が綺麗なの。はい、アニメ映画、普通の映画でってこと。いや今まで見たの映画の中で、うんうん、ああ中だるみなかったなみたいな、そのアニメとかその起承転結短いのが好きな私が同じ面白さを感じた映画ってなんかあるかなって思って今考えてるけど、そもそも映画館という空間があまり得意じゃないから頭痛くなっちゃうんだよね。あまり行かない、アニメしか見てないね。ジブリとかディズニーとか、そうサイコパスとかも。ほう、サイコパス一緒に行ったよね映画館。うん、行った行った行った。あ、行ったわ。行ったよ、行った。なんかもらったよ、あのパンフレットみたいなやつ小上さんを探しに行ったじゃない、はいはいはい、そうだよ。うん、あちょっと待って、アラーム鳴ってるそうね、そうだろうね、確かにね。うん、でも今まで見た映画か、確かに映画そんなに数多く見てきたわけではないけれども、うん、面白かった、どれもこれも面白かったけどな。まあ思い残ってるのはプラダを着た悪魔かな。あ、それは面白かった。あ、そう、うん、プラダを着た悪魔は英語の勉強のために多分100回ぐらい見てる、うんうんうん、かなそうだな。あとはなんだろう、インターステラー面白かったよ。3時間ぐらいあったけど寝ちゃうんだよね。うん、あれはなんだろう、難しかったけど面白かった。同じレベル、同じ感じでいくとインセプションとかも面白かったかな。日本の映画だとあんまりかなり昔になっちゃうかな。それこそあのちょっと残念なお話だけど、うん、あの竹内結子さんが出てたあの恋人とか、恋日本、最後の本屋だっけ、本屋さんなんだっけ。今井に行きますじゃなくて、違う今井に行きます、めっちゃ面白かった。本が、映画記憶見たのかな。私でも思ったけど、うん、時間サスペンスとか見れるから、うん、やっぱなんか考えながら見れればいいのかも。天国の本屋恋日ですね、うん、知らないわ、うん、これとかすごい良かったなって思いますね、うんうんうん、あ、いや日本映画はあれですよ、あのモックンのやつですよ、送り人。送り人、
わけないの。あれは本当に良い映画でしたね。なんかさ、あれもヒューマンドラマ、うんうん、とかラブストーリーとかドキュメンタリーとか、うん、苦手なの。あれですか、じゃあ実写版のルローニケンシンとか銀魂とか結局アニメかみたいな。実写版だけどアニメかみたいな。だからあれ面白かったよ、マスカレードホテル。ああ、はいはいはい、なるほどね。とか、うんうん、そのそういうのも大丈夫、あの、うん、詐欺師系とかの、うん、コンフィデンスマンとかね。そう、うんうん、どっちも長さの詐欺とかそういうのも見れる。な、結局すっきりしないのは嫌いなのかもね。そのなんかいつも出してごめんなさいなんだけど、セカチューとか、うん、なんかこの最初の5分で終わってた話みたいな。ひどっひどマジかなっちゃうのよ。ゴールをみたいな、はいっていう。なんかおすすめの映画があったら教えてください。そうですね、多分俺もサチさんも見る映画が偏ってるから。偏ってるだけ、うん、見始めたら面白いかもしれんのだけどね。俺がサチさんにおすすめする映画はことごとく見てくれないし、見て一緒に見ようって言ってみたら大体寝ちゃうんだけど、どういうことなんだろうね。秒速、秒速5000兆、あれ見た？見てない。あれは私がさ誘って見たやつ、私しか見てなかった。ポッピン Q だ。ピン Q ね、ポッピン Q 結局見なかったもん。サチさんもうしかなんかさ、期間限定配信みたいな感じだったよね。あ、そうなんだ。ポッピン Q もそうだしさ、なんだっけ、サチさんがこれ見てみようとか言ってなきゃ、あの引き締めのやつ、あああれもなんかサチさんがなんかこれ 見てみようとか言って、あ、いいねいいねって言って見てみて10分ぐらい寝てたと思うんだよね、あれ。え、でもちゃんとふわっと聞いてたよ。だってあれはさ、うん、もうだってさ声優の段階で犯人分かってたよはい、まあ、そういうのもありますよねとはいはい、じゃあそんな感じで動画配信ランキングの1位は呪術廻戦でしたと。今日配信だね、金曜日だから ね、はい、配信じゃない、放送か、放送です、夜、うん、リアルタイムで見たことないけんね。 NEXT はトピック3個目、じゃあワクチンの話する。ワクチンどっちですか。偽造ワクチン、偽造ワクチンの方いきますか。でも偽造ワクチンの方はね、別に本当なんてこともなくて、あ、そうなんだけだけだよ。うん、うん、あの南アフリカ、ソース、これはでも TBC ニュースになってるな。BBC とかでも出てたんだけど、南アフリカにある、うん、北東部ハウテン州ジャミストンというところにの倉庫に、アストラゼネカだったかな、ちょっとごめん、そこはちょっと置いといてください、うん、まあ、どこかの、どこか社の作、うん、どこか社が作ったよと言っている、ワクチン2400回分が置いてあったらしい。うん、だけどそれが実は偽造だった、嘘だったっていう、うーん、偽物のワクチンだったと、うんうん、いうことですね。で、その偽物のワクチン2400回分、うん、まあ、使われたとは書いてないんだけど、うん、まあ、それが見つかったよと、うん、でその主犯格となっていたのが中国人3人とザンビア人1人の計4人逮捕されました、うんうん、ということですね、うん、はい、まあ、本当それだけ で、同じニュースの、まあ、補足として、うん、偽ワクチンというのは中国でも、3000回分押収されてますとか、うんうん、まあ、いろいろあるみたいですね。これは何、ワクチンを売って儲けてるってことじゃないですかね。うん、はい、でも怪しい業者からワクチン買わないよね今。どういうことなんだろう。だからあれなんじゃない、あの、なんとか社製ですって言って、あ、いや、そうなんだけどさ、なんか下ろしてくるさ、うん、業者というか、
まあ、全部が全部怪しいわけじゃないんだ。裏で結託してて結局信頼になるところが国に売りつけるとかさ、とかいくらでもできそうな気がするけど、うん、まあ、ちょっと分かんないけどね。本当これはただただそういう事実がありましたっていうだけで、うん、どうこうってものではない、うん、かな。不思議、どこに仕組みなんだっていう。日本だとね、なんか国が分かんないけど国が一括で仕入れて割り振る、うん、地方自治体に割り振るみたいな風に見えてるから、うんうん、地方自治体がお金を払うことってなさそうじゃん、ワクチンの代金を。地方自治体がワクチンの代金を支払わない、うん、払ってんの、国が負担してんのかと思ってたけど、ああそれは国だろうね、うん、うん、ってなったらさ、日本ではそれが同じ作業はできないじゃん。売る相手は国しかなくて、うん、あ、どうなんだろうね、どうなんだろうね、ちょっとわからないですけど、はい、か、まあ、裏ルートで仕入れましたみたいな感じでやるんだったら、うん、まあありえるか、うん、って感じだけど、うん、ね、なかなか、なんだろう、どこもかしこも全員分もあるとは思えないので、うん、お金がある人のところには何かしらのルートがあるんじゃないかっていうのはやっぱり勘ぐってしまう。ああ、私が今日まで読んでたプラチナデータと同じ話だ。結局格差社会だからな。そう、結局そういうのはあるんじゃないかなって思うと、うん、確かに、それこそ表に出てきていないけれども、うん、裏の強い人たちみたいな、うん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 、ところには結局はそういう正規ルートではなく、うん、裏ルートで回ってくるんじゃないのか、うん、そうするとこういうことが起こるんじゃないのかっていうのはなんか想像できてしまうなと。そういうことか、わからないけどね、これは。じゃあ私んとこには売りに来てくれないわけだね。そうだね、買わないけど、うん、なるほど。確かに裏ルートの取り締まっているところが被害に遭う可能性は確かにあるね。うん、その2400回だからさ、個人じゃないじゃん、うん、うん、うん、分かった、 OK、 はい。ワクチンいつなんだろうね。年末ぐらい言ってたらいいね。うん、もう今年諦めてるけど。そうだね、ぜひ今年中にできたらいいね。ね、まずだって今年間に合わんかったらまた冬にね流行っちゃうよね。流行っちゃうね、この感じだと。問答無用で流行ったじゃん、うん、そうだね、うん、なんか、まあでもあれじゃない、さすがに今年の冬だったらさ、もうちょっとこう対策、寒くしないような換気とかさ、いろいろでいいんじゃないの。常にこう何、陰圧にできるようなさ装置を作ってみたりとかあるんじゃないのかなとか。なくなっちゃった。なるほど、ええ、まあこのまま迎えるのはねちょっとアホだよね、まあ、やめてほしいです、ね、オリンピックはどうするんですかね。何も言いません、わからなすぎるので。オリンピックに関しては何もわかりませんって感じだな、本当に。かたくなにさやる気だよね、国は。まあやらないとは言えないよね、今ね。言えない、うん、でもやるとも言ってないからね。森さんは言ってたよ、亡き人ね。やめてよ。でもさ、なんかあれ名前知っちゃった、今の誰、橋本聖子、あ、そう、うん、もそうだしさ、菅さんもそうだしさ、大変だね、急に責任のある仕事に就かなきゃいけなくてさ、ね、でもやっぱさ、それこそ森さんもそうだし、うん、安倍さんもそうだけど、やっぱ二人とも絶対的な力があったよ。あったね。だからこそそれを引き継ぐ人っていうのはね、すごい大変だよ ね、期待値がさ、うん、そもそも高い状態から入るしさ、うん、ちょっとでもなんかあったらさ、すぐね、なんでこいつになったんだみたいな感じになっちゃうしね。そこは周りの人が助けてあげよう。そうなんだよね、なんかブレーンいるはずなのにね。まあいいや、はい。あとなんだ、4つ目、今日なんか、まあ、アクしとくの忘れちゃった。
金曜ロードショーの話するじゃん。金曜ロードショーの話ね。どうした？金曜ロードショーの話はただただ共犯する、ね、面白いというか、うん、ああそうなんだっていう、うん、金曜ロードショーってよく聞くと思うんだけど、うん、文字ではあまり見たことがなかったのよ俺、うん、いやどういうことなんだろうと思ったら、今はこれね、ん？あ、そうそう、今はじゃあ何回目、何第何期なのかなと思ったんだけど、ちょっと、その辺は置いといて、うん、今は金曜が漢字、ロードがカタカナ、うん、ショーが、アルファベット、あの英語だよね、英語になってるんですよ。見せるみたいな、はい、ショーだ、はい、なんですね、うん、でそれが次変わりますと、うん、いうことです、うん、で今回変わるものは、うん、はい、こんな感じです。黄色い方が今回のやつ、金曜が漢字で、うん、ロードショーが全部カタカナ、うんうんうん、でこの形というのは初代、うん、35年前1985年に作られた、うん、一番最初の初代ロゴとほぼ一緒、うん、このドのところの点々が目になってる、うん、だけ、うん、ということで、新しいロゴに変わりますということですね、はい、そもそもさ、はい、そのショーの方のさ、金曜ロードショーはどんな意味があるの？さあジェスチャーやめて、ラジオだから。さあわからないでございます。アメリカンなリアクションしてるけど見えないから、わからないでございますよ。な、どんな意味があるのかって言われてもね。パクロミさんがさ、司会やってるのに MC やってる。あ、そうなんだ。うん、ちなみにですね、金曜ロードショーっていろんなパターンがあるんですよ、うん、はあ、例えば金曜特別ロードショーとかさ、こういうのがあったりですね。うん、その違いは特別ロードショーなんですよ。あ、この人浅いぞ。うん、とかほらこういうのもあって、今のね、うん、これ今ね、あのちょっとロゴが違うの、これって、これはね、すいちゃん、これ第2世代だよ。本当だ。だからこれは2個前のやつなのかな。なんかね、すごいポップなパックマンみたいな色になってたりとかしますね、うんうん、これにどういう意味があって、そのショーになったのか分かんないんだけど、うん、はい、今回のやつは原点回帰というのを、だってもうさ、はい、オープニングであのおじいちゃんがさ、 A 社って回してくれないんだよ。カラ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 、え、回してくれないの。今はね、もう映画館のね、カーテンの何、映画館に垂れ幕がかかってるみたいな、うんうん、でなんかモンスターみたいなのがいっぱい映画モンスター見てるみたいな感じだった気がする、うん、なんか映画館みたいな感じ、本当に、うん、そうそうそう、ショーだからね、ショーを見に来ましたみたいな感じになってる。へえ。あ、ちなみにね、うん、はい、今次が第4世代ですね、うん、1個前のやつが第3世代で、ショーが、うん、英語ですね、うんうん、でそのもう一個前のやつが同じ勝負なんだけど、ポップなやつですね。さっき言ってたやつってことでしょ。さっき言ってたやつですね、うん、なるほどなるほど、はい、まあそんな感じと。なので、うん、せっかく金曜ロードショーのロゴが変わるのでということで、うんうんうん、初っ端ジブリ作品を2週連続でやっていただきたい。足りないでしょうよ、2週じゃ。はい、2週です。足りないでしょうよだってさ、さっきチラッと見えたハウルやるんでしょ。お、見えちゃいましたか。見えちゃった。見えちゃいましたね。ハウルもさ、すっごい面白かったしさ、キムタクのハウル超好きなんだけど、はい、結局腑に落ちない点があるね。ジブリってそういうとこあるよね。早すげえ。うん。ハウルは解決し、ハウルはノーカットしきらでやってくれるんだって。すごいじゃん。いや本当にたまにさ、コナンの映画とかもやってくれるじゃん、金曜ロードショー。うんうんうん、カットされちゃうんだよね。そうね、これいつも言ってるよね、サチさんね、うん、私が好きだったし、なくなってるみたいなこととか結構あるんだよね。それなぁ、うん、なぁ、そう、それは先日のフルスコアの回で起こりました。まあそれはいいわ。ハウルと何やるの。ゲド戦記。え、心を何に例えようのやつ。それです。そうなんだ。テルーの歌だっけ。うん、岡田くんのやつだよね、声優さん岡田くん。
と、あ、本当は岡田准一って書いてあるわ。うん、うん、アレン役。俺ゲド戦記見たことないんだよね。私もない。だって早尾じゃないから。まあ、そうだね。五郎だよね。でも息子さんの名前わかんないけど、かなりいい作品を作ってるらしいじゃないですか。うん、次なんだっけ、ジブリ初の全編 3D アニメだっけ。作るんだよね。ああ、そうそう、書いてある書いてある。アーヤと魔女フル 3D3DCG、うん、だって。ラプンツェル的な、ラプンツェル的な、アナ雪的な、うん、そうだね、雰囲気になるってこと。うんうんうん、なんだっけ、ブラックリストの最終回的な。あれはどっちかというと 2D じゃないですか。あ、 2D か、うん、でも CG だよね。そうだね。アジン、アジンも 3D。でも微妙、でも 2D なんだよな。 2D で見てるから。うん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 、いやそれは違う、それは違う。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ドラえもん 3D みたいに見てたから、あ、形が 3D に見えてるかどうか。菅田将暉の、そうすると確かにアジンは 3D かもしれないね。そうだよね。うん、ああ、なんか初めて見たさ、全編 CG、 3DCG みたいなやつがさ、あ、また違った、ベクシル、知らんかったっていうアニメなんだけど、うん、なんかもうなんだろう、びっくりした、うん、俺が高校生とかの時だよね。へえ、そんな前から。もっと前だったかな。でもそのほんのそのぐらい。あるか、あるよな。初音ミクがいるんだ。ちょっと違う、ちょっと違う。初音ミクはもうなんか最近ホログラムになってたやつか。ほんとかっこいいよね。すごいよね、いるよね、あれ存在してる。4日後にミクちゃんの日じゃないですか。3月9日、はい、なんかあんの、あのミクフェス今年できないんだよね、多分ね。え、じゃあ待ってんだ、アリーナで、はい、ネギ持って、みんなで、そう、ネギ持ってポピポピポピポーってやってんのねえ、子さん。子さんの人だから。そうだね、まあワールドイズマインとかね、うん、メルトとかね、うん、その辺からですね。はい、それを子さんと言ってくれれば、まあそうかもしれない。子さんだよ。もっと前かもしれないけど、知ってる人は。私わかんないんだよな。初音ミク苦手だったしな、昔。最近すごいナチュラルになったけどね。そう。昔はなんか。タイムも、うん、苦手だった昔。へえ。もうなんか機械怖いみたいな。先進的になれないじゃない。なれないなれない。一生ついていけない先進的なもの。もう一生アナログで生きていく。アナログではない。こんなことやってて、こんなこうクラブハウスとかやってさ、何今 YouTube とかも自分で作ってさ、私アナログで生きていくと。何も言うとない。 YouTube の編集も超アナログだから。いやいや、アナログで、うん、アナログではない、デジタルで手作業で作った上で、うん、それを機械翻訳自動でさせてるんでしょ。超デジタルですよ。字幕の付け方とか超アナログだからね。まあいいんだそんなのは。あ、何の話してたかまた忘れたよ。金曜 3DCG のやつだよ、お話。金曜ロードショー。どうしたの。ゲド戦記ちょっと見たいね。見てみたい見てみたい。あと私、うん、ね、今一番見たいのアリエッティなんだよね。まだ見たことない。カニぐらいそれ見たことない。あれすごい綺麗だよね。うん、あれすごい面白いって聞くの。ほんであれはさ、早尾じゃん。のが入ってる早尾なんだよね。そうだね。もののけ姫はのが2つ入ってるから大ヒットしたっていう噂あるよ。崖の上のポニョ、あ、ヒットしたんじゃない。大ヒットしたんじゃない。あれいつも同じとこで寝ちゃうやつね。 見たことない。あ、ほんと。うん、いつも同じとこ。ポニョ、ソースケ、スキーってやつ。そう、そこしか知らない。むしろほんと申し訳ない、そこしか知らない。歌も歌ってたよこの間。あ、ほんとに。いや、歌は知っとるわ。この1週間ぐらいの中で歌ってたよね。急にポーニョポーニョとか言い出して。なんでだっけ。しょうがない、元気なんだなって思って。もう元気だね。うん、よかった。それはよかったよ。サチさんがいつも美味しいご飯作ってくれるから元気だよ。イエーイ。さっきね、ご飯の動画あげたよ。サチご飯。まあそう、あの YouTube の方にね。うんうん、いいじゃない。ペペロンチーノの。ああ、美味しかった。美味しかったよね。美味しかった。何なんだろうね。やっぱ塩だよね。
結局人間が美味しいと感じるのは塩なんだなって。油、塩と油、確かに。そして小麦粉、小麦粉、うん、怖い、全部体に良くないよ、取りすぎ。良かったよ、良くないけどね、美味しかったよね。なんか外食ばっかしてるって結構負担なんだなって、うん、体に負担だよ、ね、本当にそれはもう、うん、まあ、外食の質によるかもしれないけど、まあまあまあ、うん、なんか最近怯えてさ、その塩分取りすぎに対してすごい怯えた感情を持ってるんだけど、さっき作ったさ怯えた感情を持ってるそうですかちょっと眠くなってるじゃん。あ、さっき作ったチキンとかも塩入れてない。ん？唐揚げ？うん。あ、いいじゃん。マヨネーズつけるからいいかな。そうだね。うん。下味はお砂糖と塩入れてない。ちょっと嘘なんだけど。こんぐらいは入れて。なんで嘘ついたの？だってね、なんか分かりやすいかなって思う。うん。でも本当に。減塩だね。減塩、もうこんなよ、こんなしか入れてない。もう本当に塩入れたくなくて。入って。入れない、そんなもこみちスタイルでは入れない。もこみちじゃないけどね。え、そうなの？もこみち違うでしょ。じゃあ誰なの？え、よくわかんない外国のおっさんじゃないの？これさ。あ、もこみちは高くから入れるだけだ。そうそうそう。肘に当てるの確かに。肘に当てるのはよくわかんない外国のおっさんだよ。確かに。うん。肘味も入ってね。うん。これ流行った時に、ひじ神様じゃないんだけどさ、うん、流行った時に俺カナダにいて、うん、なんでかわかんないけどカナダのやつらが友達たちがみんなこうやって何胡椒とかさ、なんかいろんなものをさ、うん、このひじにやって入れてて、うん、こいつら何やってんだろうと思ったらめっちゃ流行ってて、よかったね、コロナの時期じゃなくてね。面白かった、本当面白かった俺もほら向こうでパンつけてたからさ、こうやってでかって入れるみたいな。そう、小麦粉全部食ったこうやってとか言って全部ね、見えてないからね、ラジオだから。どうする、ラス1いく、終わりにする。あ、本当だ、どっちでもいいよ。サウナの話していいよ。じゃあ、これあんま面白くないんだよね。なんで入れたの？じゃあ分かった、北欧の話しなよ。これはですね、3月4日なので、木曜日ですね。トピックスの話するみたい、はい、日本のサウナ実態調査というものを、うん、一般社団法人日本サウナ温冷浴総合研究所が出しました、うんうん、なんでって、3月7日がサウナの日ということでして、なんかこうね、そういう統計をその辺の近くで出すってことをしてるらしいんですね、うん、はい。でこれによりますと、このコロナ禍、うん、でサウナっていうものに対してのみんなの興味はどう変わってるのかっていうのが今回は如実に出たんじゃないのかと。あ、そういうこと？いうことで、うん、ちょっといろいろ調べてたらこれが出てきましたと、うん、いうことですね。で最近サウナブームって言われてるじゃないですか。あ、淳が思ったの？このコロナ禍でみんなの興味が変わってきてるっていうのは。あ、俺が思ったもの、うん、そうで思ってたら、本当にこの人たちも、この教会の人たちもそうやって同じようなことを言ってた、うん。で、まあ、どう変わったのかっていうのを、うん、出してるんだけれども、うん、結果的にはサウナブーム、サウナブームって言われてるけど、うん、コロナの影響で、サウナへの客足は減ってますと。うんうん、まあそうだよね。はい、いうことですね、うん、はい。で、まあ、そんなに、まあね、結果をいろいろ見たんだけど、そんなに面白い結果じゃなくって、うん、その温冷浴と言われるものが最近そのサウナたちに流行ってる、サウナに入る、水風呂に入る、整う、そう、外気浴みたいな、このサイクルを使うこと、サイクルを回すことを温冷浴というらしいんですね、うん、でこの温冷浴っていうこのサイクルを、知ってる人、実施してる人、やってない人みたいな、うん、この3つのカテゴリーかける、うん、どれぐらいサウナ に頻度で行くかっていう、うん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 、その、クロスの集計をして、うん、まあ、どういう傾向があるのかっていうのを見せてますと、うん、いうところで、で言ってたよく行く人はその温冷浴っていうサイクルを知ってるうちよくやってます、うん、知らない人はそういう傾向はあまりないです、うん、って言ってるだけ。どういう傾向、知らない人は
あまりサウナにあまり行かない人は、うん、その温冷浴というのをあまり知らないし、うん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 、あまり実践もしていません、うんうん、逆に知っている人あ、うん、よく行く人は、うんそういうのも知ってますし、そういう、温冷浴もを自分では実施している、うん、っていう傾向が見えました、うん、あそうですか、それはそうでしょうね、はい、本当に あそうですかっていう結果が出てて あそうですかっていう感じですね、うん、これは結果としてサウナかなにね興味なかったらそんなこと、うん、調べもしないしさ、はい、そうなんです。で なんか面白い結果が出るのかなと思って、うんうんうん、そのコロナとかもあって、うん、でも増えてますとかさ、うん、なんかこう予想を反する結果が出てくるのかなと、ね、そう思ったら、ああそうでもねえなっていうなんか、うん、普通のことが書いてあって、うん、普通だなとなりましたと、うん、でもやっぱりサウナは流行ってるなっていうのは個人的には思ってて、うん、あの若者たち、うん、その世代が若干若返ってるかなとは思うかな、うんうんうん、やっぱ周りの人たち見てても、おじさんのものみたいなねイメージあるもんね、そうがやっぱおしゃれになってる、うんうんうん、おしゃれになってるし、若者たちが、まあ、グループでもしくは少人数で、うんうん、まあ、おっさんが一人でではなく若者たちはグループで、うん、っていう方に移ってるなとは感じるかな、うん、娯楽の一つになってるよね、うんうん、おじさんって何歳だっけ43歳から43歳、うん、ですね、うん、まあ、そんな風なの感じました。で北欧はそうですね、めっちゃいいよ、そう茶道っていう、もともとドラマ連ドラやってたってこと？そうです、もともと連ドラやってたドラマがこの間のバレンタインデーに特別ドラマみたいな感じでまたテレビでやってて、それを私たちは TVer で見て、そのドラマの中の主な舞台が上野にある北欧っていうサウナ、カプセルホテル、カプセルホテル、まあ、サウナ付きカプセルホテル、うんうんうん、はい、で今コロナの影響で完全予約制、あ完全じゃないのか、完全予約制、完全でした、完全予約制になってて、その TVer を見ながらね、アツシはその場で予約をし2日後には行ってみるみたいなねことをして、はい、ずっと行きたかったの、うん、近いし、うん、でずっと行きたいなと思って、うん、ただやっぱ混んでんだよね、その完全予約制になってしまったがために、結構行きたいタイミングで見ると空いてないことが多くて、うん、結局そのすぐ予約してすぐ行きましたって言ったのもさ、うん、日曜日の夜が9時からとかじゃん、そうもうそりゃ、でしかもその時もなんか空いてる人数が2人とかでギリギリ滑り込んだみたいな、うんうんうん、だからそうそう行ける、もちろんこうね いつもチェックしてれば、うん、空きを見つけることは全然できるんだけど、うん、だから超レアってわけじゃないんだけど、パッと思ってパッと行くっていうことができる環境にはないっていう、そうだね、ちょっと仕事早めに終わったから行ってみようかなとか、そういうことはちょっと厳しい、うん、もう前日の間に、うん、前日前々日にもう予定を組んでいて、うん、そこの時間で行きますって決まってれば行けるよというところなんだけど、まあいいんだよ本当にいいんだよ、他のサウナがさ1000円しないぐらいの値段でさ入れるのにさ、北欧は2000円払うのもね、2000円だね、ただそれはサチさんが行っているサウナがとても安いだけだよ、あ本当？銭湯だから、銭湯だから、あそこは、うん、大体みんなじゃあ、ね、ロックスのあれみたいな感じなの、後楽園のとか、例えば俺が行ってるニューウィング、うん、夜勤所のニューウィングは2時間1800円、うん、あそうなんだ、だね、で北欧は3時間で2000円、うん、だってラクーアとかも高いもんね、3000円は超えるね、高いね、高い、で俺が初めてなんだろうアウフグースを受けた、うん、横浜のスカイスパ、うん、あそこ俺泊まりで行っちゃったからなんとも、どれぐらいまでのコスパがいいのかわからないんだけど、うん、泊まりだといつも、いつまででも入れるのよ、うん、だからその時間制限とか気にしてなかったんだけど、うん、スカイスパは普通に行こうとすると、うん、2500円、うん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 、
だね。5時間で2500円。うん、高い。うん、高い高い。お風呂に入りに行くだけ。スカイスパはね、あそこは施設がすごいしっかりしてるというか、うん、本当にいろんなものが入ってて、うん、研修とかできる。うーん、ホワイトボードとか置いてあったり、うん、いろいろあるね、あそこは。でワーキングスペースがあって、うん、なんだろう、カフェみたいな、うんうん、一人個別ブースで仕事できますみたいな、うん、そこスカイスパもカプセルホテルだから、うん、泊まって、朝仕事して、うん、サウナ入って仕事して出てくるみたいなことが全然できる、うん、でしかも横浜駅直結なのよ。あ、そうなんだ。だからもう本当、そう、めっちゃいい。だから横浜そこに泊まって、でバスターミナルの上にそれがあるから、うん、もうそのままバス乗ってどこにも行けるし、横浜だから、まあ、新横浜はね出なきゃいけないかもしれないけど、うんうんうん、新幹線にも乗れるしというので、もうすごいところ。うーん、って考えると、うん、ワンサウナ2000円っていうのはまあ普通なんだ。普通だなと。というわけで、タシさんのワンサウナ700円とかっていうのはものすごく安い。あ、そうなんだ。はい、ものすごく安いです。かも私の見つけたお気に入りが一番安いよね。いいよね、ほんといいよね。そんな感じで、あさってサウナハットを作りたいね。あ、作りたいですね。いやー、ほんとに本当に北欧いいよ。もう何がいいのかは説明してないけども、うん、まあいいということで、はい、男性しか行けませんが、男性しか行けませんが、はい、行ってみてください。はい、おすすめです。行ったよっていうコメントいつでも待ってますんで、もし行ったら連絡ちょうだい。うん、うん、くれたら嬉しいです。じゃあ、うん、こんな感じで本日も1時間ぐらいになりましたんで、はい、終わりにしましょうか。どうぞ。はい、じゃあ第26回の S&A 無責任ラジオ、これにて終了です。インスタだけかな、追加したのは。インスタと、YouTube ポッドキャスト、はい、そんな感じです。これなんだのよ。見てね。あ、見てねって言いたかったの、ね。サブスクしてね、うんうん、コメントちょうだいね。そんな感じ。バイバイ、またね。バイ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 。